それたけどって弾くよりもこのこれにもうアクセントパッと持っていきたいがためにって弾いてもええねんけど、どうせだったらこの E マイナーの音を添えたいで、 E マイナーのこの
3弦から2弦まで3弦2弦1弦利用してしかもこの3、2は軽く弾いて1弦をバーンと弾きたい。で言うてみたらヤクザやヤクザ、あの柄の悪いラっていうのをララっていうやん、あれと一緒やねん。ラララっていうよりもラっていうララララっていう方が怖いやろ、それと一緒やねん。これで要するにで、これもう一個、次の話な。これ練習してな、これ練習するのはできへんで、だからゆっくりやるな。そこまで弾いたら、あ、ごめんごめん。次。これドレミで言うたら、シッとシッ。こう弾いた、こう弾いたらあかんねん。こんな弾いたらもう全くあれやん。しかもこれその音まで上げきってしもたらあかんねん。ちょっと手前で止める、これが泣きやねん。ブルースブルーノート、これはブルーノートじゃ、厳密にはブルーノートじゃないのかな、みたいなの、でもブルー、いいね、それで。で、次も、これ。これ、俺。これやね。こんな、上げたら意味ないねんで。上げるぐらいやったら、あ、じゃあ、ごめん。って弾いたらええねやんか、って弾いたらええねやんか。それをこの隣の音、この音と AABABAB あるやろ、この A から B まで上がってしもったら意味がないね。 B の手前、手前で止めて、これが泣きやね。これが泣きな。行くで、もう一回行くで。これや。これができたらあなたも黒人や。で次は、次は別に。さっき間違ったけど。も一緒な。を強める、この音を強めるためにこれはこの C、このコード、このコード何か分かる？7フレットの C と一緒やで。次な、次これ、ごめんごめん。お、あの下にはむらしてるだけで、それだけで全然違ってくるやん。もう一個はむとどうなんやろ。これはちょっとやりすぎや。というわけでもう一回聞いてみましょう。心を開きすぎた自分は凍えていた。この車降りたくない、この車どうすりゃいい、望まないはずだった未来が壊れる。Thank you.
メラは気にするからバッティングはあるよ、これな。まあ、そんなとこで終わるわ。また来週。